お元気ですか？僕趣味です。今回は元気の源ゴーゴーカレーを食べていきたいと思います。これはね、金沢ブームの火付け役と言われてるね、癖になる味と書いておりますのでね、ちょっと興味津々でございます。ではね、早速ね、食べていきたいと思います。はい、食べてみたいと思います。本当はね、その上でカツを乗っけてね、カツとキャベツとソースをね、かけて食べるのがね、なんか主流みたいなんですけどね、今回はね、ちょっと そこまで予算がなかったので、今回カレーライスとしてね、食べていきたいと思います。ちょっとこれはね、お茶でございます。これ特にね、意味がございません。ちょっと色的にはね、ごめんなさい、茶色っぽいね、感じがしますけどね。では早速食べていきたいと思います。でそのまま食べるとね、やっぱりそのカレーの本来の、ね、味が分かると思いますので、ね、そうしたいと思います。では早速ね、食べていきたいと思います。でいただきます。なんかね、ドロッとしたような感じがしますね。硬いで、ね、ちょっとね、辛さがね、後からね、なんかじわーっと効くような感じの、カレーでございますね。私はね、これはこれで結構ね、美味しいっていう感じがしますけどね。もうちょっと食べてみますよね。はい、じゃもう一口いただきます。やっぱりなんか後から辛さがボワッとくるようなね、そんな感じがいたします。味はやっぱりね、ちょっとね、ドロッとしたような、スパイスももちろんね、効いてますよ。で、まあ、例え方がちょっとわからないんですけどね、なんか、食べた後から、なんていうか、喉のあたりが、なんか、若干ヒリヒリするような感じがしますね。これどっちかというとトッピング抜きのカレーじゃないかなって感じがね、いたします。今度はね、ちゃんとカツとかキャベツ乗っけてね、食べていきたいなと思っております。よかったらこちらね、元気の源ゴーゴーカレーで、ね、食べてみてはいかがでしょうか。でですね、明日はですね、久しぶりのね、ラーメン、カップラーメン試食動画でございます。今回はですね、豚骨ラーメンをね、買いましたのでね、そちらを紹介したいと思っております。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。